大谷駅は長野県上田市大谷にある品の鉄道品の鉄道線の駅である。明治初期には諏訪地域の産市業者は甲州街道を使用して甲武鉄道の八王子駅までキートを陸走していたが1888年に新越本線が開通すると和田峠を越えて長久保塾経由で新越本線の田中駅まで陸走するようになった。しかし、 諏訪地域から田中駅までは遠く不便であったため、諏訪地方の養産業者や地域住民が陳情を行った結果、日本初の西岸駅として1896年に長久保宿により、近い田中駅、上田駅の間に大会駅が開業した。これによって、ギートの輸出口である横浜までの輸送時間が大幅に短縮され、輸出相場に対応した出荷が可能となった。 日本初の西岸駅として駅前に石の碑文が設置されており、こうしたキート輸送をめぐる当駅が持つ歴史的意義について日本の産業近代化に貢献した産業遺産としての価値を持っていると評価されたことから2007年には上田市の政治関連遺産として新州大学船医学部行動などとともに経済産業省の近代化産業遺産に認定された。 上田マリコ電鉄の電鉄大谷駅は、上田マリコ電鉄マリコ線が、マリコ鉄道線の第1期線として開業した際、起点駅として設置された。開業時から、貨物輸送の関係からスイッチバック機能を持っていて、国鉄新越本線を介しての貨車受け渡しを行っていたが、第2期線として、上田東駅まで延伸すると、珍しいスイッチバック方式の列車交換駅となり、 線路が複雑となった。そこで1959年には当時としては、全国でも珍しい電気式系電装置を装着し、交換を容易にする改良を行った。ホームは、現在の駅舎の待合室の隣にあり、改札は、マリコ鉄道、上田マリコ電鉄初期は共通であったが、1956年に、独自の駅舎が完成すると分離、廃止まで続いた。 当駅跡地は現在品の鉄道直営の駐車場となっている。相対式及び島式の2面2線構造を持つ。かつては貨物列車用の抽選及び上り台飛線を有していた。また JR 時代には特急、浅間の一部も停車していた。駅業務はアットライフ株式会社に委託されている。駅町合室では駅業務受託業者が運営する売店。 アットライフが平日と土曜のみ営業していたが2016年1月現在は売店は存在していない。駅舎の切り妻部分に大家の頭文字ををかたどったと思われる飾りが付けられている。当駅には発車ベルが設置されている。年間乗車人数及び1日あたりおおよその乗車人員は次の通り。上田駅方面行きと JR バスは駅ロータリーに進入せず、 大谷駅前交差点南側の新聞販売店前にて客扱いを行う。佐久上田線のみ国道18号線上を屋にし、交差点東側付近に停留所がある。その他は駅正面左側に停留所がある。ありがとうございます。